美術史文化論分野です。この研究室は私、高階エリカが運営します。どうぞよろしくお願いいたします。主な研究内容は、主として近代の日本を中心とする芸術の歴史と社会の研究です。美術作品の歴史的意義を創造と需要の所層から考えるということですが、具体的には、 実際の芸術作品を研究対象としてその造形表現に歴史社会人間がどのように現れているのかを考察します作品はいかなる制作環境の下で生み出されるのかどのような社会環境の中で受け止められさらにはいかに社会に影響を与えるのかといった問題を歴史的文脈の中で さまざまな資料や文献に基づいて考えていく研究となります。研究課題としては、まず主に19世紀から20世紀の日本を対象に、歴史的背景を視野に入れ、芸術作品の表現と意味を明らかにしようと試みるということがあります。この時期の日本は西洋との本格的な交流が始まり、 新しい技法やものの見方が導入される中近代化と伝統的な美意識の狭間で芸術に関する制度や教育も揺れ動きましたこのような変化の中で生み出された芸術作品を通して日本人の目に映じた人と自然の姿美に対する意識西洋との出会いを通じて豊かな変容を遂げた様相を考えていきたいと思っています また、芸術と社会の関係について近代における制作、流通、展示といった芸術を取り巻く社会的環境の変化に注目しつつ分析することも研究課題としています。